ふるさとを離れるのは辛いことだった。旅立つ前はこれで俺も一人前だと思ったが、それどころじゃない。出発してすぐに誇らしい気持ちは消え去り、不安が取って変わった。とてつもない不安だ。間違いだったのでは？焦りすぎたのでは？みんなは言うだろう。本人が自ら望んだのだと、選んだのは自分だと。だがそれは思い違いだ。そう、望んだんじゃない。これは義務だ。他の誰でもない、この俺の。狩猟小屋を探してるのならもうすぐさ。いや、お前さ、腕っぷしに自信があんのか？倉庫に行けばお前みたいな力自慢の暴れん坊がごまんといるぜ。ほら、どがんか。逃がすな。なんだ？ここで修行がしたくて。され。帰るんだ。そうはいきません。寝る場所がいるな。なんとか入れないものかな。どうかほんの少しでもいいですか。言葉が足りなかったようですまなかったな。それともわしの真意がうまく伝わらなかったか。何にせよもっと分かりやすく言うべきだった。では言い方を変えようか。出て行け、わしの土地から。見てろよ。
一体あなたは何を怖がってるんですか。怖がる？わしが怖がっているだと？お前のような鼻っ柱ばかり強いコアッパをか。お前は英雄になりたいと見えるな。白馬にまたがりこの世の危機に駆けつける。しかし今の調子では早晩死体になるのが関の山だな。世の中は動いとるんだ。大人になれ。俺は絶対に諦めませんよ。諦めるもんか。見てろ、じいさん。これくらいでへこたれるもんか。おお、これはこれは確かに。やつは足が悪い。楽勝さ。この前もそう言って俺が散々な目にあったんだぞ。誰だお前。俺たちが誰だろうとてめえには関係ねえ。命が惜しかったら消えるんだな。嫌だ。忠告はしてやったぞ。クソ野郎ども。助けちゃくれねえぞ。何しに来た。目的は。親分に聞きな。あのジジイに使われてんのか。あ、手間かけさせんなよ。どうも。片付けておけ。それが済んだら話がある。気にせんでいい。何せ見ての通りのボロ屋だからな。崩れずに立っとるだけで奇跡だ。それでお前の名は。ラドン・ハゲードンと言います。そうか。まあ舌を噛みそうな名前ということは分かった。それより用件を聞こう。この印を探せと。この印が何か分かっとるのか。それを探すということの意味を。いえ。それならなぜここへ。精霊に言われて。それでその精霊にわしらアサシンは何百年も苦労させられてきたのだ。エッチオが封印を解いて以来な。おっと、お前はアサシンが何かすら知らんのだったな。それではよく聞くがいい。お前に一つの長い長い物語を話してやるとしよう。かくしてわしらアサシンはテンプル騎士団の目論みを阻止しようと懸命に戦っているわけだ。それに失敗したら最後、精霊に見せられたことが現実になる。そうはさせません。うん、
そう言うだろうと思った。来い、見せたいものがある。気をつけろよ。崩れる寸前というのは冗談でも何でもない。修理しないんで。してどうなる。修理するのに必要なものもないしな。なら買えば。バカを言え。この私が大金を握りしめて買い物に行ったりできると思うのか。ええ、問題が。無邪気な。こっちだ。ここに連れてきたからといって今日からお前もアサシンというわけではないのだからな。いや別に、ただつい手が。なるほど。確かに不思議と引きつけられるものがあるからな。よかろう、鍛えてやる。このローブをまとう資格があるか見せてもらうぞ。はい、名はアキレスだ。ついてこい。休む暇はないぞ。この虫けらめ、クズだ。お前もお前の仲間も世界の真のありようも知らず、獣のように野で暮らすなど汚らわしい。騎士団の目的は。それは常に一貫してる支配だ。奴らはこの地にチャンスありと見ている。またとないチャンスだ。全てを新しく始めるための。イギリスに味方するのもそのためだ。奴らは人は秩序と規律に服従すべきだと信じている。その信念の正しさを立証しようというのだ。この新たな土地において。奴らが勝てばどうなるか見ました。抹殺する以外にない。一人残らず父さんだろうと。特にお前の父よだ。奴が全てを掌握している。